今最近こんなんで、こんなんで言うたらあれですけど、できちゃうんですよ。映ってます。これこうやって追ってくれるんですよ、カメラが。すごい。結構最近見ますよこれ。今までは開幕戦とか、まあ、地元開幕っていう、まあ、ちょっとプレッシャーというか、独特の緊張感がある中でのゲーム続きましたけれども、どういった試合を展開していきたいなというふうに思ってますか。その開幕戦とかホーム開幕が違ってちょっとはその入りのところで慣れてきた部分とかもあると思うので、その最初から自分たちで大きく伸びれるように、まずもうベレーザーも強いので、まあ、時間帯ではあっちに主導権を握られることもあると思いますし、そういう中でも、我慢して守備で耐えるところを耐えて、そのチャンスあるところで決めきりたいなと思います。まあ、かなり強敵ですね。強敵です。まあ練習とか含めこの1週間でやってきたこと、まあ、どういったことが中心になりました。まあ、ご自身のコンディションとかも含めて、まあ、そこに向けてのっていうところで言うと、まあ、先ほども言いましたように、その相手にボール持たれるところ部分もあると思うので、我慢して前回の試合の反省点を生かして、戻るところは戻って、全員でコンパクトに守備をしながら、まあ、強敵ですけど、90分として隙が出てくると思うので、そこを狙いに行くっていう感じですね。まあ、前節はかなりね、その立花選手のところを、まあ、封じられた部分がありましたけれども、まあ、やっぱりレジーナにとってあそこがまあ武器だと思う部分も多々あるので、まあ、そこは一つ打開していきたいところですか。そうですね。まあ、私のところについてきたら多分その分中が空くとは思うので、そこはそこで全然打開できる部分もあるので、まあどこ試合を見ながら今はどこが空いてるのかっていうところを全員で共有しながら、攻撃のスイッチをいつ入れるのかっていうところを見ながら、まあ、でも私も自分の特徴を出せるように、まあ、一勝一敗できて、まあ、次の3戦目非常に大きいと思うんですけれども、その意気込みをお願いします。はい、前回の試合ホームで負けてしまって、いろいろみんな反省点出ましたし、もうそこを改善するためにこの1週間やってきて、次の試合絶対勝ちたいと思います。この1週間というのはどういったことを中心に取り組んでこられましたか。開幕戦でいい形で自分たちサッカーができて、勝った次の試合が、まあ、何もできずに2失点してしまって負けてしまっているので、まあ、その辺、まあ、それぞれ今自分が何をしなきゃいけないのかというのはすごい考えてたと思いますし、まあ、チームとしても、まあ、再確認じゃないですけど、自分たちが今何をしなきゃいけないのかとか、どういうサッカーをしていくのかというのは確認しているので、まあ、それをしっかり出して。相手はかなり強敵ですけれども、まあ、そのあたりその守備の要、として、相手の攻撃を、まあ、どういうふうに封じていこうというふうに思っていらっしゃいますか。やっぱり相手選手一人一人の技術っていうのは高いので、まあ、そこをやっぱり一人一人が1対1でちゃんと向き合って、まあ、粘り強くじゃないですけど、まあ、しっかり戦うっていうところと、まあそうですね、変に突っ込まないっていうか、なんだろう、安易なプレーはしないっていうのは、一人一人で、まあ、そこは気をつけようねっていう話はしているので、まあ、そういう対応していきたいなと思います。その変に突っ込まないっていうのは、なかなかこう、思っててもなかなかできないもんなんですか。うん、まあ、やっぱりボールを持たれてたら奪いたいっていう気持ちは出てしまうので、まあ、そこはこう、うまくコントロールしながらいきたいなと思います。まあWリーグの開幕戦、そして、まあ、地元開幕戦というところで、まあ、普段の試合よりも少し過度に、プレッシャーがかかるゲーム2試合を終えて、ようやく、まあ、こう気持ち的にはフラットにいけるのかなというふうには思うんですが、そのあたりいかがですか。まあ、負けも勝ちも経験したというのはやっぱり大きいですし、まあ、より自分たちが今やるべきことっていうのははっ
りしたんじゃないかなって思うので、まあ、それを次しっかり出して、そのさらに次のホームで、まあ、自分たちの作品をしっかり出せるようにしていきたいと思います。1勝1敗で迎えて第3戦、まあ、非常に大きいゲームだと思うんですけれども、意気込みをお願いします。まあ、やっぱりしっかり勝ち点3を勝って、次のホーム戦につなげたいですし、まあ、前節で自分たちのサッカーができなかった悔しさというのがあるので、まあ、それを次はしっかり出していきたいなと思います。